可動式液晶とは、主にデジタルカメラなどの携帯機器において、液晶ディスプレイが稼働する機構を有しているものを指す。ティルト式とバリアングル式に対別される。ここでは、画面が折りたたまれるものも紹介する。デジタルカメラにおいては、ハイアングル、ローアングルでの撮影時に活用されるほか、画面が180度回転するものでは自分取りを行う際に便利である。 また、広角情報を電気信号に変えるデジタルカメラならではの表示方法とも言える。ピッチング方向に回転する機構を指す。デジタルカメラ以外では、薄型テレビ、液晶ディスプレイ、カーナビやカーオーディオなどで見られる。デジタルカメラにおいては、無理な姿勢をすることなく、液晶を見ながら、工程からの撮影が可能な仕組み。画面が、 後軸上から移動しないため被写体と液晶位置、直線に確認できるが、機種によっては上下どちらかにしか稼働しない、アクセサリー集が干渉するカメラを縦向きに用いて撮影する場合に恩恵がない等のデメリットがある。縦向きの仕様を想定して左右方向にも稼働する機種もある。同時に二軸方向の回転ができる機構を指す。手持ち式あるいは重量がある。 デジタルビデオカメラはその構造上多くがこの方式を採用している。デジタルカメラにおいては、カメラを縦向きに用いて撮影する場合に左右方向に稼働させることで、ローアングル等での縦構図を簡単に撮影できるが、画面を開いてから回転させる手間があり、画面が構軸上からずれる等のデメリットがある。おおよそ非使用時に画面が機体の内側を向き、 使用時に回転して開くものを指す。ノートパソコンのほとんどがこの機構を有している。特に日本の携帯電話においては多様な展開方法が開発された。自由なアングルで撮影できるチルト可動式液晶モニターニコン FX 初のチルト式液晶を装備した D750 モニターを確認しながら簡単綺麗に自分取りができる180度チルト式モニターに なった、パワーショット N に、ありがとうございます。